笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストはマルカンビル大食堂店長の菊池秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかすごく筋肉とかなんか引き締まった感じで。そんなことないです。ブヨブヨです。いやいやいや、なんかすごくスリムな方なんですよ。はい、なんか運動やってらっしゃるのかなみたいな感じがあるんですけれども、ま、あのマルカンビル大食堂は多分もう説明の必要がないであろうというぐらい、まあ、花巻の方たちにとってはランドマークのような場所で、その大食堂の店長さんをされていらっしゃって、はい、まあ、それプラスアルファで花巻のソウルフードの一つと言われているような、あの家来社の餃子にも深く関わっていらっしゃる、はい、ということなので、はい、聞いていきたいなと思うんですけれど、菊池さんは趣味は何ですか？山登りですとか、はい、あのカヤック、シーカヤックとかがメインなんですけれども、外で遊ぶのが好きですね、はい、アウトドア好き、はい、あのいろんなところで乗ったりとかじゃするんですね。この辺ですとね、あの錦秋湖、あ、はいはい、あの緑がこう増えてくる夏が来る前の錦秋湖ですとか、暑くなってきたらこれからはやっぱり三陸の海の方ですね、はい、釜石とか山田とか楽しそうですね。え、でも誰もいないです、行っても。あ、そうですか。じゃあそこでじゃあのびのびと、のびのびというかここで何かあったら死ぬいやいや、でもちゃんと帰ってくる、ビビりながら行ってます、ね、いやいやいや。そして登山はどのあたりに？登山はもう岩手県中の山、大体って言いますか、まあ、1000メートルぐらいのところは大体っていう感じですかね。お気に入りの山は？やっぱり岩手山とか、あとはやっぱり景観でいうと秋田駒ヶ岳は綺麗だと思いますね、はい、なんか私が最初に思ったやっぱ引き締まった感じっていう印象は間違ってなかったですねあのちゃんと腹ちゃんと出てます。いやいやいや、あの今日可愛いエプロンされてらっしゃるので、はい、これマルカンのエプロン、家来社の餃子の皮を作るので、なるほど、粉だらけになっちゃうんで、あ、なんかでもそのギャップがちょっと似合いますよねそうです、そうなんですよ、はい、あの赤と白のストライプみたいなエプロン、ピンク、これ、うん、あの昔のマルカン食堂時代の残ってた前掛け探してきてこれ使ってます、うん、なんかそれもお似合いです。では次の質問ですが、菊池さんのおすすめの花巻の店どこですか？西南にあります、はい、道の駅にありますミラクエンさんですね。あ、あの何のメニューが好きですか？ホルモンが好きです。なんか柔らかくて結構人気のメニューですよね、まあ、普通 の、ね、あの牛肉も十分美味しいんですけども、うんうん、行ったらやっぱり、はい、あれですね、へ、はい、笹間ホルモンとかね、はい、そうです、ありますもんね。ミラクエンさん、やっぱお肉いいなって思います。美味しい、花巻では多分僕は一番美味しいと思うし、県外で見ても値段としてもかなり安いコストパフォーマンスもいいと思うんで、味と値段と、なるほどなるほど、はい、ミラクエンさんのお肉も、お肉が大好きです、美味しい、コストパフォーマンスもいいということでご紹介いただきました、はい、さあ次の質問ですが、好きな花巻の風景はどこでしょうか？私矢沢の出身ですので、それもありまして、はい、うん、あの小正山の山頂からの、田植えが終わった頃のこう水がこういっぱいこう叩いている田園風景がすごい綺麗だと思います。なんか空が映って綺麗だったりとか ね、うん、しますよね、はい、はい、小塩山からの田植え後の田園風景ということでご紹介しました。ではですね、次の質問なんですが、はい、お仕事について伺いたいと思うんですが、はい、あの実は私お会いするまで菊池さんって東京の方だと思っていて東京でねお店など経営されていたっていうことをちょっと小耳に挟んだことがあったんですが、実は花巻のご出身で。花巻です。花巻です、ね、だけれどもあれ、ちなみに高校が花北。そうです、はい、ギリギリ入りました。いや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 。でその後どういう経緯をたどってマルカンビルに、大食堂にっていうところをちょっと教えてほしいなと思うんですが、岩手を出られた、学校が東京だったものですから、はい、東京に行って大学行かれて、まあ、はい、はい、学生時代ずっと飲食業でバイトに明け暮れて、はい、一旦就職してサラリーマンしてたんですけれども、はい、やっぱりその飲食の楽しさ忘れられなくて、もう一回飲食業に入ろうということで、で修行をしまして、はい、
まあ、そこで独立して飲食店を出したっていう感じですね、うん、あの一時期何店か3店舗までやったんですけども、まあ、たまたまその手作りソーセージのお店をやってたんですが、はい、そこがまあ結構売り上げも良くて、はい、しかも恵比寿でしょ。そうです、恵比寿ですよ。その人気スポットの、ね、エリアですよ、はい、でそのソーセージのお肉も、うん、あの岩手県の豚肉を取って、はい、立ヶ森高原ファームの、はい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 、一ノ関の方ですよね。そうです、藤沢町の肉を取って、はいはいはい、そのお肉をこうバラしてミンチにしてソーセージを作ってたんです。でまあ売り上げもまあまああってなんとかやっていけるなと思ってたんですけれども、まあやっぱりビルの立ち退き話がありまして、立ち退き交渉してどうしたもんかなっていう時にちょうど丸館が閉店すると、うん、へいうことで、はい、先輩の方から新しく始める大食堂マネージャーをする人がいないので困ってるんだけど、うん、誰かいない菊池くんって言われたので、うーん、はい私いますって言って、なんかすごいタイミング、すごいご縁ですよね。あのそう思いました。そうです、はい、だってほらご自分でその遠慮深いからおっしゃらないんですけれど、その恵比寿だけじゃなくて渋谷ですよね、お店出されてた。しかも宮益坂ってもすごいすごいとこですよね。もう借金で左側でしたよね。もういやもうだからすごく人がすっごい通るところですし、うん、まあよそからもいっぱい人が来るところなので、まあ、その分競争もね激しかったんですけどね、まあ、ねえ、だからそういうところで3店舗ね恵比寿とかやってらっしゃって、でたまたま地元のお知り合いに声かけられて、そのお知り合いってたまたまこの番組にも FM 花巻の番組にも出たことがある方なんですけれども、 K さんですね。 K さんですね。いろいろとあのメディアプロデューサーのようなご縁があって、じゃあ丸館でやってみようかなっていうことに、はいはい、なったわけですか。でまあこの話をした翌日ぐらいにその当社の代表のお友の方が、はい、ぜひ会いましょうということで、はい、うん、お会いして、はい、で会ってもう30分しないぐらいの時に、はい、ぜひ来てくださいはみたいな、早い、もう決めちゃっていいんですっていう感じだったんですよね。店長さんという立場で、はい、あの大体どんな感じのお仕事をされてるのかっていうのを教えてほしいんですけれど、私たちは丸館の大食堂に行った時にお会いしたりすることもしかしたらあるかもしれない、はい、今はまあ餃子屋さんで、ね、そっちが、ね、家来社の方の担当も、ね、されてて、メインやってますけれども、はい、基本的には、まあ、忙しい時はもう料理運ぶし、うん、はい、忙しい時には厨房で料理作ったりとかもしますし、はい、この可愛いエプロンつけて、いや、この可愛いエプロン、あ、この格好じゃないんですか丸館の白衣着て、ああ、そうなんですね、いわゆる帽子かぶってそうなんですね、やりますけど全然違う格好になった私気がつかないかもしれないです、まあ、あとは一番大きいのはそういうなんかちょっとしたトラブルがあった時とか、うん、例えばやっぱり人たくさん来ますし、何か対応しなければいけない時にやっぱり自分のような人間がいると、うん、まあ対処しやすいのかもしれないですよね。でもそうですよね、あのウェイトレスとかウェイターされてる方だけじゃなくて店長さんが対応してくださると、あの、ね、私のような男だけでもう一応行くと、まあ、店長なんだろうなっていう感じで、いやいや、お客様もちょっとこうお話を聞いてくれるというか、はい、ありがたいところありますけどね。いや、それで、まあ、今の話にも出たんですけれど、今マルカンビル大食堂でも、はい、あの家来社の餃子をね、はい、出していて、家来社の元の店舗でも出してるじゃないですか、はい、でつまり行ったり来たりされてらっしゃるっていう感じになりますか、はい、あの朝まずは家来社に出勤して、餃子の皮の団子を作って、まあ、水で粉を練って団子に、手作りの皮ってことですもんね。手作りです、すごい贅沢だ。機械化しようと思ったんですけど、はい、やっぱりね、美味しくないんですよね。違いますか。違いますね。へえ。やっぱり手作りにかなわないんですよね、なぜか知らないですけど、はい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 、でそれを作って、で、まあ、昼を過ぎたらば、あの各部門からピックアップしていらした、うん、今日我こそはって来てくれた餃子巻きのお姉様方が、すごい達人たちが集まってくるんだ、はい、で家来社の分を作って、であとは大食堂分の皮も作って、うん、で大食堂が終わった後、あの当番制で残ったスタッフたちがまた餃子を巻いてっていう形で、もうみんなで手分けして作って、でまた餃子の種を作る人も別途作って、うん、その人にやっていただいて、そうなんですね、はい、丸館ビル大食堂もそうなんですけど、すごくなんだろう、地域の方たちとか花巻の方たちの心の拠り所とかね、すごく場所を大事に思ってる方たちっていらっしゃると思うので、はい、残って嬉しいっていう方もいると思うんですけれど、実はその家来社のもともとお店経営されていた伊藤さんともなんかすごいご縁があったみたいですね。そうなんです、あの矢沢のですね、私高木団地出身なんですけど、はい、
高木団地スパイダーズっていう少年野球チームの監督さんだったんですね、うん、伊藤さんが帰ってきて、はい、まあ、とりあえず家来社に食べに行ってご挨拶して、うん、僕が小学校の時、伊藤さんはまた30代初めぐらいかな、だからすごいちっちゃい時を知ってるってことですよね。昔からのご縁でね、そう野球をつないだ、ね、野球がご縁っていうことをお知り合いだったらやっぱり違いますよね。なんかちょっと ね特別な、まあ、まさか自分が丸カもそうですけども、家来社をやるって、まあ、経営とか影響するっていうのは全く考えてなかったですからね。そうですよね。でも嬉しかったでしょうね、きっとね、伊藤さんもね、うん、と思っていただければいいですけど ね、はい、で実はマルカンビルとももともとご縁があったみたいですね、学生の頃。あ、そうですね高校卒業して、はい、大学入った夏休みとかに、うん、初めてバイトしたのがマルカンだったんですね。運命ですかね、うん、まあまあ、何かの縁だと思いますね。最初の飲食経験ですか。そうです、あの洗い場に入って、で混んだらホールに出てお運びさんしたりとか、暇な時には調理員の人に玉ねぎむかしてもらったりとか、うん、あ、なんか鮭が恩返しのために帰ってきたような感じじゃないですか。なんかね東京のスキルを身につけてまあそれがまあね、会社にとっていい方向に行けばいいんですけどもね。でもほら人気メニューもありますけれど、再生してからの新しいメニューも出てるじゃないですか、はい、これからもきっと新しいメニューとか新メニューとか何か期待したりとかしてもいいんですか。あの、ぜひしてください。同じものばっかりではやっぱり飽きてきますのでね、うん、はい、どんどん新しいものを作ってお客様に満足していただける商品は作り続けていきたいですね、うん、はい、じゃあちょっとこの辺も力強いお言葉いただいたのでね、はい、楽しみにしたいと思うんですが、ちなみに菊池さんが一番今気に入っているというか、あのご自身が一番好きなマルカンのメニューって何ですか。意外と皆さん召し上がらないかもしれないですけども、はい、あのお年を召した方々が大好きなちらし寿司とかですとか、へ、あとはのり巻きとか巻物なんかがね結構、うん、巻物なんか好きっていう人いますよね、はい、海苔がね美味しいんですよね。じゃあマルカンラーメンとかナポリカツに行く日もあってもいいけど、そうじゃないものを試してみても、はい、あのかなりコストパフォーマンスはいいと思うんですよね。じゃあ店長さんが言うぐらいですからね、皆さんもぜひ。窓際に座るのは難しいですかね。やっぱり人気は高いですけども、うん、やっぱりコロナ禍でちょっとねお客さんの足も鈍ってきてるところもありますので、前よりは座りやすくなっていると思いますので。本当ですか、ぜひいらしていただければ。じゃあここで次の質問ですが、はい、座右の銘、好きな言葉は何でしょうか。上杉鷹山公の、はい、なせばなる、なさねばならぬ何事も、うん、ならぬは人のなさぬなりけりですね。メイ君の言葉ですよ ね、はい、あ、やっぱりやるかやらないか自分次第なんだなって。そうです、この言葉を見ながら改めて人のなさぬなりけりですね。そうですね、はい、確かにと思ってやってますけどね、はい、あの、あっという間に時間が来てしまったんですが、じゃあこのあたりで次の方のご紹介お願いします。はい、はい、ビストロルキャバレの、シェフをやってらっしゃいます、川畑かなさんです。はい、はい、川畑さん8月6日ご出演 OK ということで伺っております、はい、花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいともいい花巻はマルカンビル大食堂店長の菊池秀樹さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。最後に今後の夢聞かせてください。はい、いろいろありますが、まあ、百名山山登りできるように、体力と、時間ができるような人生を送れればいいなと思って、それを目標にしたいです。今いくつぐらい登ってますよね。ユニです。じゃあまだまだ楽しめますね。はい、はい、はい、 いやすごい素敵な笑顔の店長さんです。皆さんぜひマルカンまた食べに行きましょう。ぜひお待ちしております。はい、どうもありがとうございました。笑っていいともいい花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。